松田ズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対横浜 DeNA ベイスターズ、このゲームの模様をお送りいたします。カープの先発は左のジョンソン、対するベイスターズの先発は左の濱口、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。左のジョンソン、マウンドに上がりました。まずは立ち上がりに注目しましょう。さあ注目の立ち上がり、トップバッターは梶谷。背番号3、はい、第9、投げました。初球を打ちました。ライトフライ、飛距離は出ていません。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。ワンアウトランナー一塁という場面で外、背番号99、一塁牽制、一塁タッチセーフ。第3球を投げました。打ったに当たりだ、抜けた、センターからサードへ、外、ナイスバッティングです。カープ先制のピンチを迎えます。背番号44。第3球は膝元、空振り三振。ジョンソン見事なピッチングです。ランナー2人を置いて迎えるバッターは宮崎。第3球をランナー走った、投球ボール、三塁送球はどう、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。ジョンソンワンアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。カープ大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。0対0で迎える2回です。ノーアウトランナー一塁という場面で倉本。第2球投げた、インコースのボール左へ、二塁送球、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー。カープ先制のチャンスです。ツーアウトランナー二塁三塁という場面で上本。第9、ボール。第2球、スライダー見送ってストライク。第3球を投げた、見送ってストライク。次は4球目、投げた、外角高め、ボール。第5球、投げた、打った、痛烈な当たり、抜けた、センターバックホーム、カープ先制。上本タイムリーヒット、カープなおもチャンスが続いています。ベイスターズ追う展開で迎える4回です。ツーアウトランナー一塁という場面で宮崎、最初の打った、抜けた、ボールは中継、二塁送球、宮崎いいバッティングを見せました。カープ同点のピンチを迎えます。第2球打ちました、一、二塁間へ、ファースト、これは守備範囲内、ジョンソン取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ジョンソンツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。4回の表が終わって1対0です。カープ同点のピンチを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で梶谷、大きな声援、インコース引っ張った、ワンバウンドヒット、戸柱、その間にホームへ、カープ追いつかれました。1対1。左バッターボックスには神里、投球これから2球目、打ちました、上本バックしていった、取りました、これで3アウト。5回の表が終わって1対1、ジョンソンとうとう打たれてしまいました。5回の裏、これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは上本、投げた、スライダーボール、投げました、見送ってストライク、投げました、外れた、ボール、投げました、打ちました、いい当たり、ワンバウンドヒットになった、バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う、上本ツーベース、カープ勝ち越しのチャンスを迎えます。バッターはピッチャージョンソン。第9、外角、直球は外れてボール。第2球投げました、あーっとショーフライになった、取った、一塁送球アウト、ランナー三塁に進みます。同点で迎える6回です。ノーアウトランナー一塁という場面で佐野、流し打ち、サード左へのライナー、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第2球投げました、打ちました、ジョンソンボールを掴んだ、ピッチャーから一塁送球アウト、カープピンチを迎えます。バッターは代打ロペス、ひときわ大きな声援が聞こえます。第9、初球を打った、フラフラっと上がった、
取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ジョンソン、ツーアウト2塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。6回の表が終わって1対1です。同点で迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面で浜口、カットボール、見逃し三振。ジョンソン、ナイスピッチング。左バッターボックスは9番戸柱。第2球投げた、あーっとショーフライになった、掴みました。一塁送球、送りバント失敗。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第3球を投げた、外角低め、空振り三振。ジョンソン、3安打になります。カープリードで迎える7回です。ここまで2安打、上本、決まった、ストライク。第2球投げた、打った、打球は右中間に上がった、これはヒットになります。上本、ナイスバッティングです。ピンチヒッターは阿部。第9球初球から打ってった、打球はセンター浅いところ、センター前進、ランナー一塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第9球ランナースタート、二塁送球はどうだ、タッチはアウト、盗塁失敗。7回の裏が終わりまして2対1、カープ1点勝ち越しです。ベイスターズ追う展開で迎える8回です。ワンアウトランナー1塁という場面で佐野、打った、流し打ち、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。今日2回目の併殺でこの回を終えました。8回の表が終わって2対1です。ベイスターズ何としても得点を挙げたい9回です。ワンアウトランナー1塁という場面、初球送りバント、1塁はアウト、ランナー2塁に進みました。カープ同点のピンチを迎えます。セカンド牽制球です、2塁タッチはセーフ。第2球投げた、2球目ストライク、さあいよいよあと1球、投げた、初球見逃し三振。中崎、見事なピッチングです。カープ見事勝利を収めました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧